どうも、三つ三つです。スプラトゥーン2男のガチマッチ、今回もやっていきたいと思います。はい、というわけでね、一応すべてのルールでね、一応 B- までは行きましたが、しかしですね、B- に行ってからもう全然勝てねえっていう本当になんでしょうね。一応前作で A+ までは行ったんですけどね、 B- で全然勝てないっていう、なんかもうちょっと今沼みたいにハマっちゃってましてね、まあなんとか今回なんとかしていきたいなって感じなんですけど、まあそれはそうとですね、男ルールの方、追加案の方もね、いくつかコメントでいただきましてありがとうございます。背後を狙わないとかね、そういうのありましたけども、まあそれはね、敵に背中を見せる相手の男らしさが足りないということでね、それはもう背中を見せたらそれは撃ちますよ。はい。あとふんどしを履いてやるみたいなことがね、書いてありましたけども、このスプラトゥーンに限らずね、ゲーム実況っていうのはね、必ずふんどしを履いてね、撮るもんなんですよ。これはね、もう僕に限らず、他のゲーム実況とか投稿してる人はね、もう、すべからくふんどしを履いて撮ってるわけなんですね。だからむしろふんどしを履かずにゲーム実況を撮ってるっていう人がいないので、これはもう男ルールに追加しなくてもいいなと思いますね。はいはい。というわけでね、今回も僕はふんどしを履いて、ガチマッチの方をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。というわけでね、今回はガチヤグラ、ステージはホッケ不当とガンカゼ野外音楽堂でございます。武器はね、今回若葉シューターを使っていこうかなと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあやっていきたいと思います。ガンカゼ野外音楽堂でございます。ここはね、結構裏取りする人がいるから注意しないといけないんですけども、おお、なるほど。ただ僕若葉なんでね、若葉で裏取りってあんまやらないんじゃないかな。前作だったらね、まだバリアがあったからあれなんですけど、バリアがなくなって弱体化したなんて言われてますけども、決して弱体化ではないと思うんですよ。僕はこうメイン性能は上がったとか言われてますから。いやーだ、今の殺せなかったのダメだったわ俺が。くそー、いやごめんね。ちょっと、あ、でも塗り状況悪くない。これ飛んでいいか。ちょっとどこ飛ぶ。ちょっと、え、ここ飛ぶか。このね、この決断が遅いの今ダメだったってか危ね危ね。ありがとうありがとう。あ、まあ、すまんすまんすまん。ちょっと今んとこ僕が足を引っ張ってしまってる。だからちょっと俺のアーマーを使ってちょっとカウント進めたいところだが、あそこにバケツがいるとちょっと面白くない。あー、ダメ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 です。ありがとうございます。本当に感謝感謝。あー、もう感謝してる時に撃つんじゃないよ。マギオ、まあ塗り条件まだ悪くない。ただこれはジャンプじゃないか。ジャンプよりもこの辺ってアーマーをちょっとでも貯めて、そういう地味な光景もね、やっぱしていくってことが大事。あー、飛んでる飛んでる飛んでますね。これはちょっとおっさん一人じゃ打開できないんじゃないか。ちょっとこれはもう一旦リードされてもしょうがないけど、あれは殺す、あれは殺す。あー、ちょっと俺一人じゃ無理だ。頼む助けて、お願いみんな助けて。消した。まあなんかアシストキルは今回なんか結構取ってる気がするけど、やっぱこう今のボムはめちゃめちゃ下手くそでしたね。ちょっとこの辺の塗り状況俺変えとくか。一応やっぱ若葉ってのはやっぱ塗り武器ですから。おー、ちょっと、よしよし、ほんと俺アシストキルしかしてねえな。まあ、若葉でもこれでいいんじゃない。あ、なんだお前は、どっから来た。許さねえぞ俺そういう行為。私許さないんだから。あれ、どこ行った。なんかあいつを引きつけるだけでもなんか俺の役割ってあるかなって思った。よしよし、あいつ、あ、マルチミサイルが撃っとし、あ、ちょっと助けて。味方がまあ来てないから、まあこれは誰に助けてって言ったんやっていう話ですよね。飛ぶ、ちょっと一か八か、相手も二人落ちてるし、ちょっとこれ行くよ。あ、なんか来てるね、どっからだい。おー、ちょっと今回でも足元塗られたら結構きついと思うんで、若葉でこう適当にこう散らしてるだけの結構アシストキルは取れるような気がするんですよ。だんだい、なんか変なとこからバケツがいるね。今回バケツ強いよな。前回僕必戦ネタ武器とか言っといてあれなんですけど、必戦今回トップメタっすよね、ぶっちゃけ。あー、もうなんかごめんなさいもう言い訳もございません。この辺にボムを散らしといて、まだ全然ダメだ、全然負けれるよ、全然負けれるって日本語がよくわかんないけど、ちょっと味方来てないか、もしかして。まだこれ一人だったら俺の実力的にも武器的にもむずいので、
何人かで攻めよう。何人か、あ、ちょっと、あいつは、あ、届かない、ごめん。俺の単射程じゃ無理だ。あ、てか、落ちてる、全員落ちてる、全員落ちてる。上見てなかった。こういうね、上の、あ、ちょっとごめん、なんか、アオリイカみたいになってるけど、別に誰も倒してないから、誰も煽れてない。煽れてないっていうか、別に、煽るなんかクソ最低だけどさ。うわ、なんか起きてる？何か戦争が起きてる？ここは何？平和な街じゃないのか。誰だ、お前は。お前は誰だ。わしらの村を、返せー。ん？なんか今、もしかしたら、なんか、こんな状況？この、ヤグラムシっての一番良くない？やべ、マルチミサイル最高。ちょっと助けて。でもこの辺の塗り状況最悪だ。まだ、やべ、これやばいぞ。はっきり言うやばい。やべ、味方持ちまくってる。やべ、これ。逆転負けあるぞ。はい、やばい。ここでちょっと殺す。よしよし。いいぞ。俺いいぞ。乗れ、早くこれ。マジ。今攻めるぞ、マジで。これ、まあ、使っとくかも。使わないとこの辺塗ってもたまんねえしな。やっぱ、ポイントカードと一緒だよ。使えば使うだけ、お得で、なんですか、もう。ああ、もう今降りるんじゃないよ。今、降りなきゃよかったな。でも、バケツが怖かった。うわ、もうダメだ。落ちまくってる。今回あれだね、ちょっと、全員が死ぬタイミングがちょっと、揃いすぎちゃってる。まあ、敵もそうなんだけど。あ、ちょっと、奪えなきゃやばいぞ。奪えなきゃ終わるぞ。あ、ちょっと、奪えなきゃ終わった。俺、奪えなかった、ごめん。奪えた、誰も奪えねえよ。みんな死んでるよ。ちょっとタイミングだな。タイミング一つ噛み合わなかったって感じですかね。悪いチームじゃなかったと思うんだけどな。でも壮絶な殺し合いだね。むしろキルとかでは上回ってるもんな。うおー、やべえ。死ぬ。はいはい、というわけでやっていきたいと思います。先ほどと同じステージですね。これ負けたら僕多分降格だと思うんで、ちょっと気引き締めていきたいですけど。北斎もね、微妙によく見るんだよな。なんかローラーが減った代わりになんか北斎が増えた感あるんですよね。どうなんですかね。北斎なんか必戦はなんか強武器感あるんだけど、北斎って強くなったのかな。とりあえずここはボクちん若葉だから、お、なんか俺殺してる。ちょっともうこれ早めに使う。若葉ね、こういうのどんどん使ってっていい。あ、ちょっと、ダメ。どうなんだ、若葉って乗る武器なのかな、それとも、乗らずに周りで、あらだだらら、もう。ちょっと、みんなの死ぬタイミングが揃っちゃってるね。ちょっと、今乗ってる人もなんか、あんまりこう、粘らずにさ、ただ安全な位置に引いてくれて全然構わんよ。一人では多分無理だから。人間は一人で生きていけないから。ん？なんか変なとこにいるな。なんだあいつは。なんかあの辺いたよね。なんだ？彼はなんだ？まあいいや。ああいう、キテレツなやつが、なんかこう、なんかとんでもないこと。チャージャーか。そうだ、相手チャージャーいるんだな。よし、使う。チャージャーだと一発で抜けるのかな？どうなんだ？抜けないね。ただ、取れちゃったな、俺の化けの皮が。よしよし、アシストキルも取っていく。アシストキルめっちゃ取って、てか、今です。みんな今。これも行くぜ、行くぜの意味のカモン。なんだこれ、あ、そうか、カモンか。危ね。なんか、今更ルール忘れそうになった。なんだ、ローラーか。ローラーは許さんぞ。私は俺もローラー、あー、ちょっと銀貨切れました。ごめんなさいです。ごめん。あー、ちょっと、しょうがない。ちょっと、なんだ、アルファベットの子。もう、多分無理だと思うから、戻ってきていいぞ。まだ47では全然ダメですね。全然、あと3分で取り返す。うぃ、なに、ボールマンがいるよ。あー、今俺、ボールマン、うわ、全身だ。やばい。やばいよ。ただ、カウントリードは、ギリ抑えられそうな感じがする。と思う。どうだ、無理か。無理ならもう、無理でしょうね。これで、このルールでバッドカンパニーってどうなんですかね。うわ、そう、ハイプレッサー、チャージャーにハイプレッサーっている？正直でもやられといてあれだけど、チャージャーとハイプレッサーの食い合いがあんま良くないような気がするんですけどね。
で、矢倉どこ？あ、結構前行ってんね。この辺の塗り状況変えていくか。あ、カン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 。危ない。スプラッシュボムやっぱ強いよな、なんやかんや。よしよし、ナイスナイス。とりあえず戻していくよ。とりあえずあとは、この辺塗りを変えていって、アーマーを貯めればいい。やっぱ矢倉ってアーマーがなんやかんやで強いと思うんですよ、僕は。皆さんはどうですか？いかがお過ごしですか？なんだろう、あのチャージャー結構邪魔だな。イモってるからさ、彼に攻められることはあんまなさそうだけど、彼のせいでカウントが進めにくいっていうのはあるよな。ただ若葉がチャージャーを殺す必要があるのかっていう、さすがにそれは他の人やってくれねえかっていうのは、これは味方のせいにしないっていう男ルールは微妙に破っちゃってますかね。どうですかね。でも味方を頼るってこともある意味必要なことだ。ま、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、ダメです。それ俺もう違います。俺に争いじゃない。ない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 、争いじゃなんかないんだから。こう大丈夫みんな。あ、意外と前いるね。え、ちょっとこの子飛ぶ、ちょっと飛ばして飛ばして。あー、間違えた、カモン押しちゃった。あー、ちょっと5カモン、あ、ビー、くわー、ちょっと冷静さが足りない。みんなも足りてないよ、冷静さが。多分一番足りてねえの俺だけど。やばい、これリードされ、ん、大丈夫か。よく大丈夫だったね、褒めて使わす。いや、やばいね、ちょっと。でも俺が頑張る。ちょっと行け俺。なんだなんだ、まだ敵がいんのか。敵はどこだ。ちょっと敵の場所教えて、俺わかんねえんだけど。ここか、お前怖い。え、なんで、お前何、お前何、お前何やってんのマジで。人んちでそんなことしていいと思ってんのかなあ。ほんとに法治国家なめんなよマジで。この国には法律というものがあってだな。アーマーを、アーマーをガンガン貯めて。ちょっとダメダメダメ、射程の打ち合いでは絶対負けるか。やべやべやべ、ちょっとみんなここは守る戦いに徹しないか。うわ、ごめん、ちょっと頑張ってお願い。無理かこれ。うわどうすかね。僕自身はそんなに悪くなかったと思うんだけどな。でも今回もあれかな、本当に噛み合い一つみたいなとこかな。かな、なんか実力は互角って感じだったような気がするんだけどな。あら、いや結構なとこからやり直しさせられるんだな。なんか半分以上はメーター溜まってとかじゃないんだ。結構なとこからやり直しだ。はいはいね、ちょっと動画的にはそろそろ違うステージやりたいですけども、また同じステージで、ただね、 C プラスと生まれ変わった僕はまたね、心を入れ替えて男らしくね、やっていきたいと思う。ん？大丈夫か？動いてる？なんか今一瞬動いてねえかなって人いてちょっと焦ったけど、まあ大丈夫、動いてるね。よかったよかった。なんかぼーっとしてたんやと。ちょっと なかなかうぞうむぞうになってますね。ただ最後の、さっきの最後のとこ、僕はあのローラーで殺されなければワンチャンあったかなって気もするので、ちょっと二人死んでるのはまずいな。ちょっと二人死んでるときはこの辺でなんか場所を作ってアーマー入って、とりあえず大きくリードを取られないようにしましょうか。弱、怖い。この辺そうなんだよね、決して安全地帯じゃないんだよな。なんかまるで安全地帯かのように僕がなんか振る舞ってるのが多分良くないと思うけど、意外と敵さんからすると丸見えだぜベイビーっていうとこなのかもしれないな。塗ってこう塗ってこう、やっぱ塗るゲームでこれは。よしよし、あーごめん、うーむ、結構殺されてね。ここはジャンプどうだ、いける、ジャンプするしていくか。おーし、多分どうだ、いいね。なんか味方が今僕が来るとこに塗ってくれて助かった。この恩は絶対返す、絶対絶対勝利で貢献するから見ててくれな。おっと危ね、オープン、大きくなれ、お前だけは許さんぞマジで。あ、インクが足りませんゴール。
よし、味方の俺がビーコンになる。そしてインクアーマーも使っていく。あ、暴れろ俺。あ、ごめん、ダメ、足りない破壊力が。破壊力足りねえ。どこ行った？今なんかこの辺いたよな。どこ行った？足の速いやつね。よしよし。よしよし。ちょっと。ヤグラってやっぱ4面きっちり塗っとけば、相手への。あ、マルチミサイル。あの最強のやつだ。ちょっと最強の兵器はやめてください。そんな使わないでください。この辺ちょっと塗られてるの美味しくないな。いや、ダメだ、俺スプラッシュボムでよく知るんだよな。なんか今回スプラッシュボムなんかすぐ爆発するようになった。なんか、今回ね、俺スプラッシュボムで死ぬのすげえ多いんだけど。なんなんだろう。俺自身も結構スプラッシュボムって好きなサブで、よく使うから特性とかね、一応それなりには熟知してるはずなんだけど、ダメ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 、ほらね、なんか逃げられなくない今回ね、スプラッシュボムって。俺が何老化しただけなのかな。なんか前よりもなんか逃げにくくなってない。まあスプラッシュボム使ってる俺がなんかスプラッシュボムずるくねみたいな発言は確実にお門違いなんだけど、そんなことないのかな。なんか上手くなったのかな、みんな。俺が知らないと。やべえべ、これはダメ、これダメ、これなんか下手に攻めると死ぬから、ちょっと高いところで。ちょっとこの辺もちょっとダメだ、人多いな。ちょっと俺的確にあの辺を狙えるあれがねえわ。あ、うまい。あとはこいつ、ダメだ、塗られすぎて逃げられるし、マルチミサイルダメだ、邪魔くせ。あー、もうマルチミサイル9番ボムで死んだの俺。あー、ダメだ、4落ち。これはリードされてもしょうがないと思うしかないか。これ攻められすぎだ。行きたい行きたい。射程足りねえ。若葉って良さと悪さがマジであるな。全部の武器そうだよみっちゃん、全部の武器そうだよ。全部の武器には良さがあって悪さがある。この辺の壁とかもちょっと面白くないですね、こんだけ塗られてると。不愉快だから塗り返してた。ちょっとバケツくん、思考停止バシャバシャやめてくんねえか。もうちょっとなんかわびさびのあるバシャバシャをしてくんないか、そういう。あー、足りん、拳銃が。なんかあれだな、死体落ちればワンチャン俺も無双できるかなとか、そういう夢を見てる時期あるけど、変わんねえな別に。正直 B マイナスも C プラスも変わんねえ。あ、ダメ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 、ゴリラダメ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 とか、この辺もちょっともうちょっと動きやすくする。動きやすくな。無理に二落ちだからここ無理に攻めない。ここはちょっと一旦引くぐらいの感じも必要だけど、塗り状況をあまりにも変えられすぎてはダメ。これはね、こう多少イモりつつスプラッシュボムで牽制してアーマーを使う。でちょっと味方の反撃にさ、マルチミサイルはダメでゴンス。丸でもうほんとスペシャル使い放題祭り買いかった。いやでも塗り状況悪すぎんだ。これおおむねマルチミサイルのなんか破壊力じゃね、やっぱマルチミサイルやっぱやばくねえか。こっち結構塗り武器いましたよ。あー、でも僕アーマーはめちゃめちゃ入ってるからね。ちょっとその光景をちょっと見てほしい。キル数はちょっとともかく、ヤグラってあんまキル数関係ないのかな。なんかさっき結構キル取ったけど、がっつり負けたけど。はいはい、というわけでね、ガンガゼ野外音楽堂ですけども、ごめんね。多分今回の動画この4試合だと思いますけども、ステージ全部一緒だわ。まあまあすいません。ま僕が悪いんじゃない、僕が悪いんじゃないって言ったらなんかまた男らしくないなこいつはとか言われちゃいそう。ごめん、なんか変なスポンジ引っかかってた。正面からの打ち合いとかあんましちゃいけないんだよな、若葉って。ちょっとまだ、スプラッシュボムを投げつつ、インクアーマーを吐きつつ、2人落ちてるから攻めていきたいとこだけど、ちょっと塗り状況が悪いんで、この辺の塗り状況も変えてって、あ、なんかロボットも来てるし、なんかスーパーモンキーボールも来ている。なんか俺今日早口。ちょっとまだリード取るには早いか。ちょっとまだリードは取れなそうな、リードはされていく。ちょっと
あの得意のこの高いとこ取っとくか、早いうちに。得意のっつっても俺ここで結構殺されてるからな。なんかこれでワンチャンなんかごっつぁんゴールできねえか。あそこに着地がいるな。着地狩りしたいとこだが、どうだ、できた。みんな、うおー、なんか来てる来てる、怖い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 。え、なになになになんか筆おじさんがいる。あ、足りない、拳銃が。し、人も足りない。ごめんごめん、ちょっとこれは俺一人じゃどうにもできない。アーマーを使うからちょっと、まだこのぐらいのリードならいけるけど、ちょっと押されちゃったね。押し相撲。ここを登って、なんかいる、そこに敵いるとき、ちょっと押せで、このリーダーである、この我が輩に。ちょっと射程足りん、ごめん、射程が足りん。危ない、ロボット来ないで、怖い怖い。バラした、ロボット。まだお前生きてんのかよ。こいつ意外と生命力がたくましいな。うわー、ごぼうぼう、バレバレだったか。やばいやばい、またタイミングが悪いよこれ。みんなの死ぬタイミングがちょっと悪い意味でチームワークのいいチームになってるから。どういうことだ日本語力がおかしい。 となんか暴れてる。またロボット、もうロボットやめないか。ロボット禁止、いいね。あま、結構ジャンプ意識の高い敵だね。よいしょ、頑張れ俺、頑張れ俺。おっしゃ、これ根性、これ実力じゃないか、根性。ただ敵のジャンプ力がすごい。うーん、相打ちならよしだけど、頼むみんな、 あいつの着地を買ってくれ。よしよし、ええぞええぞ。よし、俺もジャンプしていく、ジャンプしていく、ジャンプしていく。あれだね、こう上ジャンプの時に間違えてなんか五カモンしちゃうんだろうな。なんか今回五カモンしやすくねみたいな意見があったりなかったりするようですが、あ、まだ攻め時じゃないかも。まず殺す。あれはちょっと俺には倒せないかな。ごめん、でも武器じゃない、俺が悪い。そして時代も悪い、時代のせいだ、全部時代が悪い。アンガン、変な、これが。ちょっとこの辺にいつでも登れるようにしといて、この辺にスプラッシュボム投げて。あー、でもどうだろう、防戦一方だと勝てないしな。ちょっとどうしよっか、攻めにくいな。なんかここでアーマーを使って、ちょっと助けて。来てるよ、危ないよ。あいつなかなか野蛮だから。あ、ダメだ、死んでら。またこう息が揃ってしまったのか。実力的にはね、互角ぐらいだと思うんだけどね。うわか、やべえな、こう北斎確定数なんか少なくないか。2振りぐらいで殺されてるよね。これはちょっとやばいやばい、これは打開できない。うわー、ちょっとこれやばいな。飛ばない方がいいか。むしろこの辺塗ってって、負けてる時ってスペシャル溜まりやすくなってるはずなんで、ガンガンもうスペシャル入ってった方がいいでしょ。あれだね、裏取りする人ってなんかもっといるかなと思ったんだけど、あんまいないね。これ結構今攻め時じゃん。イカの数全然見てなかった。あ、なんかやばい、ヤバン人が来てる。ヤバンが来てる。いやー、くそ、いろんなとこ見なきゃいけないから大変な。ちょっともう飛べる、これ俺飛べない、飛べる、あ、飛べないか、無理だ。あと5秒だったら飛ぶか、飛ぶしかない、飛ぶとこないな、無理か。なんかもう全部の負けた試合でそうだけど、タイミングかな。実力に大きな差はなかったんじゃないかなって気がするんだけどな。ちょっと逆に言えば、だから僕の立ち回り一つもうちょっと上手くなったら勝てたんすかね。はいはい、というわけでね、ここまでご視聴ありがとうございました。次回も見ていただけると幸いでございます。では失礼いたします。